はい、どうも、さとちゅんチャンネルでございます。今話題ののぞみ Wi-Fi ですね。今、オープニングキャンペーンということで、3480円でね、ずっとこの価格で、利用できると、容量無制限でね、ソフトバンク系のポケット Wi-Fi が使えると、いうことでね、私ね、今回から富士 Wi-Fi から乗り換えてね、今からこう契約しようと思うんだけれども、ちょっとね、そのやり方についてね、どんな風にやるかっていうのを、まあちょっとお話ししていきます。はい。で、まずはね、ここのお申し込みってとこね、クリックすると。するとね、この下の方に、ピューンと飛んでですね、要はここに行きます。お申し込みってところね。はい。で、もうクーポン番号入力済みとなっています。これが今、キャンペーン期間中の金額で契約できるので、ここ書いてありますからね。はい。お申し込みはこちらからと。ここをクリックしますね。はい。はい。そうしますとですね、契約者情報の入力という画面になりますので、ここにね、まあ、名前とか振り仮名、郵便番号、それから都道府県を入れていきます。郵便番号を入れたらね、ハイフンなしで半角で入れれば、まあ、都道府県は自動的にパパパッと出てきますんで、あとはまあ番地とかマンション名とかを入力していきます。あと、電話番号とメールアドレス。メールアドレスは間違いがないか確認用もね、入力をしていきますね。はい。そして、送付先住所。これも必須で、まあ、上記住所と同じか別の住所で送付すると、まあ、どちらか選んでください。まあ、僕の場合は上記住所と同じなのでね、こっちをクリックしました。そしてですね、本人確認書類というのが必要になります。ここ注意ね。はい。僕は免許証でありました。これはね、デジカメで撮ったやつをね、表面と裏面。画像アップロード1と2にね、分けてアップロードしました。今回僕は免許証を使っております。はい。そしてですね、ここからですね、はい。まあ、その、プラン選択になりますけどもね、のぞみ Wi-Fi は、まあ、月々のね、まあ、3480円ってなってますけど、まあ、オープニング記念価格、ここに書いてありますよね、今回ね。オープニング記念価格、僕はまあ、これで契約します。月額3480円でね、まあ、お得なんでね、他よりも安いからね。他にもね、1週間だけお試しで使いたい、2週間だけ使いたいとかね、まあ、こういう期間、短いのプランもありますので、まあ、状況に応じてね、皆さんの状況に応じて、まあ、選ばれるといいかなと思います。申し込み台数は1台だけなので、これ最初から入ってましたね、入力されてました。あとはね、初月オプションに入らなきゃいけないんです。これ来月はね、取り外し効くんだけど、のぞみプロテクトというね、料金350円月額かかるので、まあ、これチェックマーク入れて、それしか選べないんでね、翌月は解除できるそうです。はい。でね、充電 AC アダプターが必要ない人はこう必要。これ300円だったかな。別途かかります。必要な方はね、不要な方は不要でいいです。多分ね、ほとんどの方、USB の充電器持ってる方多いんでね、まあ、不要になるかなと思います。でね、実はね、今回ちょっと僕 YouTube の動画で紹介したらですね、のぞみ Wi-Fi さんが、アダプターあげるよとね、言ってくれたんでね、まあ、不要でしといてくださいって言われたんでね、ちょっと今回、不要にしました。はい。でね、ポイントはここ、注意事項。はい。ご利用開始希望を選択する際にお読みくださいってことなんだけど、1日から27日までの申し込みは、もう当月から利用ができると。ただ、28日以降からは、翌月になるということです。でね、僕ね、今、富士 Wi-Fi をまだ契約しててですね、2月いっぱいも富士 Wi-Fi で契約しなきゃいけないということだったんでね、お、これはいいなと思って、翌月から契約を選びました。もう今日はね、28日以降なので、3月から契約開始。だからね、富士 Wi-Fi 止まらずに、こう、次の新しいのぞみ Wi-Fi に契約するということがね、できるっていうのがすげえありがたいね。はい。あとはこの辺アンケートね、まあ、書きましてですね。はい。クーポンコード。ここ大事。このね、クーポンコードね、初めから入ってました。忘れずにご記入くださいって書いてたんだけど、もう最初から入れてましたね。はい。ありがたい、ありがたい。はい。というわけで、ここにまあ、月々の支払い金額ね。うん、月額料金4480円ってなってるけど、まあ赤字でね、クーポン適用時は、解約するまでね、クーポン適用の金額になる。3480円で、まあこれから使うことができますよ、ということですね。はい。で、
この後は、クレジットカードの情報を入力をしていくと、いうことですね。カード情報の入力が終えたらね、ここに利用規約に同意するチェックマークを入れて、確認画面へと進みます。はい、まあ、続いてはね、情報の確認画面になりますね。まあ、基本情報、まあ、住所、名前とかメールアドレスとか、まあ、契約内容ですね。ここちょっと見にくかったんだけど、ちょっとこうズレがあってね、オプション、のぞみプロテクト、充電用 AC アダプター不要、ご利用開始希望は翌月から利用と、ね。あとはまあアンケート答えた内容とクーポンコードが入ってるかどうか、ね。クーポン適用内容にオープニングキャンペーンって入ってるかどうかね、まあ、確認してですね。あとはまあクレジットカード情報。あ、ここは非表示になってますね。月々払いと。はい、いうことで、合計金額が7355円。これがまあ、初回の決済金額になるのかな。クーポン適用で2000円引きになりますからね。あ、それで合ってんのか。そうだそうだ。はい。事務手数料と、月額終了がね、翌月でも初回がかかってくるので、はい。これで合ってますね。7355円と。はい。消費税込みでね。はい。あとは、まあ、添付画像は、本人確認書類がね、ここに出てきます。はい。これで OK なので、まあ、送信と。さあ、どうなるか。はい。このカードご利用できません。なんと、カード弾かれたよ。これね、吉田さんもね、あったんだけど、ちょっと私もう一回ね、入れ直してみます。はい。再度入力すれば、したらですね、ちゃんとカード決済がおりました。1回目はね、なんかやっぱりうまくいかないですね。はい。でね、まあ注意しなきゃいけないのは、2回目ね、もう一回やり直すときにね、名前とか、あとはメールアドレス、それから、本人確認書類の画像データ、それから入力したカード情報、この辺のねデータが一回消えちゃうんですよ。だから直す時にはね、まあ漏れなくね、見逃さないように入れてください。でよくね、バンチ情報の入力漏れが多発してると書いてるんですけど、まあ多分ねこれが原因で、バンチ情報が漏れてるのかなと、思いました。はい、これでね、まあ、無事申し込みの方が終わりましたので、はい、あとは到着するのを待つだけですね。はい。まあ、というわけでね、まあ、今回契約するのぞみ Wi-Fi なんですけれども、これまでですね、私もこの、はい、富士 Wi-Fi を契約しておりました。はい。これはね、ソフトバンク系の通信網を使ったですね、ポケット Wi-Fi。ルーターをレンタルするサービスですね。はい。普通、まあ、WiMAX とかね、キャリア、で契約すると、まあ、基本的にこのルーターは買い取りで縛りが発生するということでですね、まあ、なおかつまあデータ通信量も制限があるのかな、はい、ところがまあこの富士 Wi-Fi とかまあのぞみ Wi-Fi っていうのは、縛りがないんですよ、はい、1ヶ月使ったらまあそれで終わりと、縛りが1ヶ月しかないということでですね、まあ、いつでもやめれるというのが特徴ですね。まあ、あとは、容量が大きいと。7ギガとかね、ケチくさいこと言わず、これでも100ギガ使えますんでね。うん。で、今回はね、今まで100ギガ、富士 Wi-Fi で契約したんだけど、やっぱね、Fire テレビスティック、うん、これ持ち始めてね、動画視聴をするようになってからは、やっぱ100だとね、ちょっと足りなくなってきました。でね、その苦肉の策として、僕のこの YouTube 動画、画質をね、下げてしばらくやってたんですよ。はい。でもこれでね、これからまあ容量無制限になるんで、またね、画質の方が 720p に戻して、まあ今後のね、YouTube 活動をやっていこうかなと思います。はい。てなわけでね、まあ今回は、こののぞみワイワイをね、まあ契約しましたよ。翌月からね、契約開始ということで、3月1日からね、今、富士 Wi-Fi をやめて、のぞみ Wi-Fi に切り替えることにします。はい。というわけでね、はい、無事に、のぞみ Wi-Fi、
終わってね、その手順をやってみましたので、まあ、この動画がね、何かの参考になったら幸いです。この動画がね、いいなと思ったらグッドボタン、それからね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ということで、さとちゅんチャンネルでした。